第一試合、ワンピー側がノノさんのカーマインで、クーピー側、北太郎さんの瀬戸ですね。前回は優勝が命が惜しければ邪魔をするんだ。さあ、この1ヶ月経って動きはどうなってるでしょうか。その手クビエニエだ。捕らえこっちだ。遅いか。捕らえられない。さんの瀬戸ですね。おめでとうございます。落ちても闇に属する、森そばさんいらっしゃいますか。虚ろの夜の秩序を守るが、ね、じゃあ続いて、レイキさん、レイキさんとジンさんですね。レイキさん、はい、じゃんけんお願いします。これじゃあ途中からね。さあ2回戦2試合目かが、レイキさんのゴルド。見せてやる。ジンクさんハイド。ジンクさんハイドって前2前回もすごい上の方行った人だよね。今回はゴルドが唯一の参戦なので、ここでいいとこ見せてもらいたい。昇竜拳、足元が、ダンサーの追い抜き、裏回りは、足元が落ちたぜ。セカンドクローズディバイド。まあ全キャラ見えることですが、リーチが長い。スライド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 スライ
裏に回ってたか当たった。でも危ない危ない危ない。ゴルドーが相手が悪かったね。ゴルドレイキさんのゴルドーが勝利です。おめでとうございます。おいおい、どうした。まさか今ので終わりってことはねえだろう。気合で立ち上がれとか熱いこと言う気がもんが。お次が、K さん対ブチさん。はい、はい、K さん、はい、ゲームオーバー。はい、じゃんけんお願いします。軽く引き抜くやん。さあ、ワンピース側ブチさんのパワーマン、ガイチの中心側がケイさん、メルカバ。メルカバは前回の試合でチャンピオンに出ていなかったので、ちょっと動きがどうなのか気になるところ。セカンドクロー、リバイド、いい勝負になるとでも思ったが、続いてが2年参加のお兄さん、はい、とレイさん、ゲームオーバー。お願いします。誰が多いですか今回は。今回は、メルカバとユズリハ、あとカーマインですね。カーマイン前回って多かったんですけど、あ、そっか。でメルカバとユズリハが名乗り上げてきたと。銀目が一人もいない、あのボスもいない、ヒルダもいない。さすがに3日じゃある、やりきり3日じゃさすがに。この力で終わらせてやる。確認を開始。よっしょ、ファーストクローズリバイド。リメイストラどこだ。防御する必要か。シェフシェフ、それダメだろ。どこだどこだ。このまま1回を受けた。セカンドクロスリバイド。
ターさん、じゃんけんお願いします。ゲームオーバー。